後悔しても遅いぞ。わしに手を出すつもりか。今に見ておれ、ヴィラン橋行き。お前にやろう、受け取れ。真理は循環する。骨董品が出土したと。なんじゃこれか。来た甲斐があったの。お前にやろう。オレ先輩への感謝の一言は、これしきのこと初めてではないぞ。このような窮地取るに足らぬ。わしをなめるでない。気をつけるんじゃ死んではならん。こういう時は先輩を頼るがよい。謎はまだ解けぬまま。学徒の道に終わりがあってはならん。時間は止まってくれんかった。無礼者、礼儀を知らんのか。やっぱり先輩の手助けが必要なんじゃろ。体を動かすのは久しぶりじゃ。わかった、若者に付き合ってやろう。これは教練員からもらった優秀学者賞で、こっちはスメール謎解き協会からもらった生涯功績賞、そしてこっちが遺跡仕掛けシンポジウムの。どうじゃ、わしに弟子入りしたくなったか。こほん、ちなみに先輩であるこのわしはシロン派の学者じゃ。わしを探すならクシャレワー学院じゃなくハルバタット学院に来てくれ。場所を間違えるでないぞ。100年経とうが、教練員の馬鹿げたルールは少しも変わっておらん。あ、なんじゃと。歳だから耳が遠いのじゃ。まずは先輩と呼んでみ。学術研究は時流に乗るものではない。故に注目されていようがいまいが関係ないのじゃ。子供じゃあるまいし、雨が降ったくらいでワクワクするわけないじゃろう。はっ、なんじゃ。年寄りだって雷は怖いんじゃぞ。なんと美しい。心が奪われるの。あ、くしっ。うぅ、風を引きそうじゃ。気持ちよいな。やはり風通しの良いところは最高じゃ。回り回ってまたここに戻ったか。若者よ、朝には元気を出してシャキッとすべきじゃ。もう一度挨拶せい。腹が減った。グランドバザールで何か食べぬか。わしに好き嫌いはあまりない。斬新すぎる料理でさえなければ問題ないぞ。驚くことはない。いつの時代も学者は徹夜で研究に取り組むものじゃ。夜は静かに考え事ができる貴重な時間なんじゃよ。この古文を読んでおったら頭がぼーっとして目がクラクラしてきた。今日はこれくらいにしとくかの。はよ寝るんじゃぞ。わしも寝るからな。おやすみ。何を知りたい。台座装置のバリエーション、それとも元素石碑の基礎設計についてか。おも、待て、さっき質問したとき先輩って呼ぶのを忘れておらんかったか。真面目な話じゃが、わしの生徒にならぬか。お前の状況に合った課題を用意して他の誰よりも懇切丁寧に教えてやろう。現代における仕掛けの謎解きを重点的に、追加で関連する文献解読も伝授してやる。これら知識は今後の冒険に大いに役立つものじゃぞ。この経験者たるわしを信じられぬとは言わんよな。クシャレワー学院はこれから先において唯一仕掛けを研究する能力を持つ学院である。ふん、今となっては妙論派の宣言はあまりにも傲慢すぎる。わしがスメールで謎解きしていた時、奴らはまだ積み木で遊んでおったかもしれんというのに。シロン派の連中はいつも知名度が低い、人気がないといった理由でわしの研究費の申請を却下する。その基準じゃと現在最も人数の少ない学派であるチロン派はいっそハルバタット学院を閉鎖した方が良いじゃろうな。わしは大小様々な遺跡に足を運んだことがある。限られた古代の図版や文字を解読すると
遺跡ドレイクは実に素晴らしい機械だとわかるんじゃ。うむ、機械という二文字でくくるべきではないかもしれぬな。古代より残る生命と言っても過言ではない。先輩であるこのわしの生い立ちはそこらの文献にある資料よりも内容が長いぞ。100年も前から語らねばならぬからな。ほう、それでも聞きたいと。うむ、積極的に知識を求めるのは学者にとって欠かせない素質じゃ。お前は合格じゃな。オルマス校に潜み、どこからともなく骨董品を高値で売りつける悪徳商人と傭兵がおる。じゃがそれらはすべて古くて使えないガラクタばかりなんじゃ。ふん、わしはそれを見かけるたびに暴きに行く。骨董品の鑑定においては属性の七姿勢を除いて誰にも負けぬと思うぞ。100年前、わしの一番の悩みは遺跡の碑文に書かれた情報を解読できぬことじゃったが、100年後の今、研究費が手に入らぬこと以上の悩みはない。はあ、まったく難儀じゃのう。生地を焼くととても香ばしくての、機会があったら作ってやるぞ。わし世代の作り方と味をお前に見せてやろう。この古風製法はグランドバザールを歩き回っても見つけられぬぞ。なんじゃったか、確かパティサラプリンと言ったかの。あれは一体誰が発明したんじゃ。プリンは米で作るもんじゃろ。最近の発想はどんどん奇抜になっておってわけがわからん。いや、遠慮するぞ。わしは試しに食べる気などないからな。たとえそれがお前の作ったものだとしてもじゃ。おー、多くの老舗の味よりも美味じゃ。もしや料理界も絶えず進歩しておったのか。色、香り、味、どれをとっても申し分ないぞ。お前、もしや料理に関する本をよく読んでおるのか。うむ、これは何じゃ。怪獣な料理じゃの。わしに解読してほしいのか。誕生日おめでとう。お前におもちゃを作ってやったぞ。ほれ、受け取るがよい。これには小さなギミック装置が詰め込まれておる。ここにボタンとスティックがあって、横にホイールもあるぞ。手の上で適当に遊ぶとよい。もし壊れたらわしが直そう。子供扱いしてるじゃと。冗談言うでない。喜びと安息というものは大人も子供も関係ない。誰しも必要なものじゃ。ほう、なかなか容量のいい若者じゃ。素材探しをパパッとこなすとはの。うむ、何かの仕掛けが解けたんじゃろうか。力がどんどん湧いてくるぞ。ほほう、頑張っておるようじゃな。安心せい。教え導き守ってやるのが先輩の義務じゃ。お前を窮地に立たせはせん。知恵の海に果てはなく、100年の歳月をかけて目にできたのはほんのわずかな波のみじゃった。より深い学問と解けていない謎はお前と一緒に取りかかろう。